まずはハマる横浜 FC から。開幕から負けなしで首位を走る横浜 FC、 このまま好調を維持してほしいですね。それではスタートです。ここからは一人一人に喜びと感動を、小野寺グループの提供でお送りします。ハマる横浜 FC、 今回のゲストは今シーズン法政大学から加入した田部井亮選手です。よろしくお願いします。お願いします。先月号で高木選手がゲストで来てくださったんですけれども、田部井選手の名前が上がりまして、何か聞いておりますか？内容を全部聞いてないんですけど、ちょっといじったっていう話は虫が出たら田部井を呼ぶみたいなそうですね、虫多分高木君すごい苦手なんで、はい、対処してますね。まあでも仲がいい証拠だと思います。ありがとうございます。では田部井選手のプレースタイルを教えてください。まあ、自分のまあ武器は中盤での運動量と左足での展開力っていうところで、やっぱり前向きなパスっていうところをすごい意識してまあプレーしています。自分が今ハマってるのはコーヒーですね、ブラックの、はい、お、ブラック。大学ぐらいから飲み始めてて、今は専用のポットとかで入れてるんで結構ハマってあります。はい、専用のポットっていうのは真空の状態で水、まあ、温かいお湯を注いでくれるっていう結構マニアックなやつなんですけど、それを。へー、すごい。じゃあコーヒー豆とかには何かこだわりとかはあるんですか？地元群馬なんですけど、群馬の専門店というか、お世話になった人がやってくれてるコーヒー屋さんがあるので、おそこで頼んで。しっかりこだわりありますね。しっかりこだわってください。まだお若いのにそのブラックコーヒーに対するこだわりはなかなか一級ですね。そうですね、ちょっと、はい、ベテランな感じがするはしますけどそのコーヒーに合うお好きな料理って何かありますか？あんまりご飯には多分合わないと思うんで、ちょっとパンとかで、まあ、クッキーとかすなと。クッキーかわいい甘いものお好きなんですか？甘いものめちゃくちゃ好きっすね、はい。至福の時じゃないですか、じゃあ田部井選手にとって。それが一番なんか幸せだなと思います、うん、朝ごはんとかですごくコーヒーに合うようなワンプレートのおしゃれな朝食とか作ってくれる女性いいんじゃないですか？いや、めちゃくちゃいいっすね。なんか想像するだけでもすごい幸せだなと思います。想像できました？はい、できました。私だなそれあんまちょっと恥ずかしいんですけど、そこは一番チャンポイントだと思います。八重歯ってめちゃくちゃ可愛いと思うんですよ、その笑った時に、はい、この八重歯によって得したこととか得したこと損したこととかあったりしますか？八重歯がなんかすごい女性がなんか八重歯があると可愛いよく言ってて、自分八重歯なんで羨ましいなってすごい言われたりとか。自分はそんなことないんですけど、なんかそこで可愛らしさがアップしてるんならまあ嬉しいかなって思います、はい、アップしてますよありがとうございますそういう風にあーって笑った時にチラッと見える八重歯はやっぱりちょっとキュンとしますよね。ありがとうございます。うん、まあ、その長い距離走れるっていう特徴もありますし、まあ、その他にもボールに攻守でよく絡むっていうところが一番の自分の中の武器かなと思います。で、まあ、その中でやっぱ左足のキックだったりとか縦パスっていうのは、自分の中ですごい意識してる部分があるとあるので、そこの前向きな意識っていうところは見てほしいなと思います、はい、ご自身で意識されている部分っていうのは日頃から例えばどういうこだわりを持って練習してるとかっていうのはありますか？
自分の中でその武器を出したい出したいって思ってもなかなかレベルが上がると出せない場面がすごい多いので、そこを出すために、まあ、自分がどこに立ち位置取るとかポジショニング取るとか、まあ、今はそこに対してすごい試行錯誤してる状況なんですけど、本当に達也さんとか、まあ、フロントアレで長くやられててお話を聞いたりとか学ぶ姿勢っていうのを出しながら、本当にそこの自分の武器をいつ出すのかっていうところはすごいこだわって練習はしています。チームにとってどういう存在になりたいなって思ってらっしゃいますか？今はまだまだ慣れてない部分があるのでうまくいかないこともありますけど、自分の求められている役割っていうのをしっかりこなしながらも、やっぱり自分には自分にしかない良さもあると思うので、やっぱり新人なのでこうミスを恐れるっていうよりは、まあ、ミスをしてもこう試合を決めるようなプレーっていうのをどんどん出していける、アグレッシブなプレーをしていきたいなと思います。そんなプレーの先にまたゴールを決めたりアシストをしたりっていう、その田部井選手の活躍を見たいと思ってますし、ぜひともねその際には満面の笑顔で素敵な八重輪を見れたら嬉しいなと思っておりますので、はい、今後の活躍期待しております。はい、ありがとうございます。頑張ります。ここまでは一人一人に喜びと感動を、小野寺グループの提供でお送りしました。